ポーランド南東部のドルヌイ・シロンスク県にある町。1975年から1998年までは、レグニツァ県に属していた。ルビン群、およびルビン基礎自治体の中心地であるが、この町自体でも別の都市型自治体を形成している。2009年国勢調査時の人口は74,552人。ドイツ語名は、リューベン。 ブロツワフの北西7 1トル、レグニツァの北2 0トルの下シレジア地方に位置し、ジムニツァ川が流れる。大手鉱産会社の KGHM ポルスカが本社を置く。ズイアボシャニエとトジェボビアニエの2つのシュレンジャニエ族の村の中間に位置したルビンは、990年頃に、ポーランドをミエシコ一世の下に落ち着いた。 前述のどちらかの村によって建設されたとされる。言い伝えによれば、地名はかつて村人に恐れられた大熊を殺して、手柄を立てたルバという青年にちなむという。1155年頃に表された教皇直書には、シレジアの13の城下町の一つとして描かれている。木内の礼拝堂に掲げられた、1349年頃のティンパヌムピオトルブルストビツドゥニンが、 ルビンの西の丘に自然石の教会を建てたという伝説があり、1230年頃には後に旧市街と呼ばれることになる城下町が築かれた。1267年にローマ教皇クレメンス4世によって交付されたトジェブニツァ修道院に関する証書にはグームフ広告料としてルビンの子ポーランド5名が見える。今日の新市街は1280年代の七名の フジェムコの地政下に東方植民でシモロレーヌ地方やフランケン地方からやってきたドイツ人によって建設されたとされる。1295年頃に都市権を得た。1329年にヨハン・フォン・ルク・センブルクに官名を受けたシチノバ・コーヨンによってシレジア王律領の一部としてボヘミア王国に割上された。ルビン城は1348年に ルドビク一世によって、シロンスクピアスト家の住まいとされた。1359年に、ルドビク一世と兄のレグニサのベンツェスラウス一世との間で仲互いが起きたが、神聖ローマ皇帝カール四世への仲裁デルビンは、クジェチン・ビエルキ、クジェチン・マウイ、オシェク、ピエシュクフと共に一世の所領とされた。一世は1353年頃にシロンスクの、 ヤドビガの生涯を表したが、それは現在アメリカ合衆国のロサンゼルスにある J. ポール・ゲティ博物館にチュラッカンベルト写本として保管されている。15世紀に建てられたルビン教区教会は後にゴシック様式に改築され、1951年に大きな祭壇がブロツワフ大聖堂に移された。イエジー・イッセイブ・ジェスキとその未亡人、ポメラニアのアンナの時代に、 近郊の教え区で宗教改革家のカスパー・シュバンクフェルトが生まれ、後に下シレジア地方の宗教改革の中心地ともなった。15世紀建造の教区教会1526年にボヘミア領シレジアモロトもハプスブルク君主国の支配下に入った。30年戦争で幾度か荒廃し、1742年にプロイセン王フリードリヒ2世に征服された。 1871年には、レグニツァグーグフ間に鉄道が開通。第二次世界大戦では、町の7割の建造物が破壊され、1945年2月8日から10日まで、赤軍が老人ホームに入所していたドイツ人150人と、精神病院の患者500人を大量殺戮した。ポツダム宣言受諾を受け、オーデルナイセ船の東に位置するルビンは、 ポーランド領となり、ポーランド人が入植すると同時に、ドイツ系住民は追放された。1982年に、共産主義体制による改憲令発令に対する抗議デモが発生し、治安部隊によって鎮圧されたが、3人の死者が出た。市内の競技場をエクストラクラサでプレーする男子、フットボールチームザグーエンビエルビンが、 本拠地としており、1990から91と2006から07の各シーズンには国内チャンピオンに輝いた。ハンドボールのチームは男女双方が置かれており、男子チームは2006から07シーズンに国内チャンピオンになった。ありがとうございます。